琵琶湖ワンワン王国は、滋賀県森山市の琵琶湖岸にあった日本最大級の犬のテーマパーク。1998年10月31日に開園、2005年1月31日に閉園した。伊藤忠商事の子会社ミスターマネージャーと、つくばワンワンランドなどを経営する、山水コーポレーションが出資するワンワン王国が運営していた。 約80種360頭の犬と出会えるというコンセプトだった。犬のサーカスやショー、レースやパレードも行われ、また一緒に遊んだり、有料で散歩させたりもできた。ただし、入場は人に限られ、同伴したペットの犬は入り口で預けることになっていた。王国の宝物と呼ばれたショッピングコーナーでは様々な犬用品が販売されていた。また、 琵琶湖という高さ13メートルの犬の木像があり、顔部分は展望台も兼ねていた。開園当初は年間70万人が訪れていた。2005年に1月31日に閉鎖した。ここにいた約300匹の犬たちは、茨城県の筑波ワンワンランドに移された。2008年9月20日、ワンワン王国跡地に大型ショッピングモール、ピエリ森山が開業した。飲食店。 医療品店、雑貨販売店など、約200店舗が出店。湖岸の立地を活かして、ワンワン王国時代からあった桟橋に、琵琶湖汽船のクルーズ船も寄港した。なお、ピエリ森山は2014年2月28日より、リニューアル工事のため休館していたが、同年12月17日に、全館フルリニューアルとしての形で営業を再開した。ありがとうございます。